さんこんにちは、もりおりです。バスに行ってます。バスに来ました。やべえな、私持ってんな。りなちゃんね、かわいい。これって待って、等身大もしかして。え、こんなちっちゃい感じなの、ゆなちゃん。こっちにはですね、バズバーがあります。バズバーの中には酒は特に置いてないですね。コーラ的なものはあるけど酒はないので、とりあえず来たよっていうだけの動画です。本当に1分で終わっちゃった。もりおりでした。バイバイ。はい、ということでバズから戻ってまいりました。そしてね、これはなぜ白から紺に変えたってちょっといろいろあったわけさ。ここになぜか L っていうシールがくっつけながらバズに行ってたわけさ。すごいショックだったわけさ。なので着替えました。これは度が入っていないメガネでございます。いや、バズすっごい綺麗だった。なんかもう、あの、私的にはあのエレベーターがカチンって開いた瞬間にこのバスっていうのを見せたかったんですけど、なんかそんな感じに撮れなくて、そのなんかペットボトルバズ水、バズ水、バズウォーターを持った状態で入っていく感じを撮ったので、ほんと1分の尺でゴンと終わっちゃったんですけど、そんな感じでバズに行ってきました。はい、行ってきたよっていうブログでございます。これのね、お洋服に関してはまたなんか、まあ質問があればあげたいなと思いますので、そちらはコメント欄の方にぜひ書いてください。はい、ということで、もう1分の動画では終わるのはちょっと申し訳ないなと思ったので、こうやって付け足しでこうやって撮ったんですけど、ただのブログです。はい、で森崎家はですね、着々ともうこっち段ボールしかない、もうパンダだらけ本当に。なのでちょっと引っ越してからもう綺麗な状態で、クリアな状態でお届けできたらなと思いますので、皆さん少々お待ちいただけたらなと思いますので、その間生放送結構増えちゃうかなと思うんですけれども、そうだな、来月にはね落ち着くと思うんですよ。今月の中旬までには引っ越すので、来月までにはちゃんとした背景で、ちゃんとした感じでできたらなと思うので、よろしくお願いいたします。はい、ということで森有でした。バイバーイ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。それでは今度こそ森有でございました。チャオー。